古川沼は、岩手県陸前高田市にあった石湖。岩手県内最大の自然故障であったが、平成23年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震によって引き起こされた大津波の後広田湾と古川沼を隔てていたサスの多くが消滅し、現状では海となっている。古川沼古川沼は、気仙川が、 広田湾に注ぐ付近に発達した幅約200から300メートルのサスによって広田湾の一部が閉塞されて形成された石湖である。古川沼の北西部からは陸前高田の平野部と市街地を南北に縦断するように流れる二級河川の河原川が流入し、東部からは小泉川が流入し、さらに高田下水路、長砂下水路という二本の下水路も 古川沼に流入していた。また、気仙川の堤防が現在のような形に整備される以前は、洪水地に気仙川が古川沼に流入していた記録も残っている。古川沼の西側から気仙川川口付近につながる水路があり、かつては、潮の看板によって水路から海水が流入していた。近世になって、陸前高田市の平野部に広がる水田の塩害を防ぐため、 海水の流入を制限する水門が設けられたが、海水の流入そのものを止めたわけではなかった。海水の流入が見られた1970年代以前の古川沼は比較的水質が良く、しじみが生息し湖水浴も行われていた。しかし、地理地震津波によって大きな被害を受けた後、古川沼から海への水路に設けられた鉄製のゲートが閉じられることにより、 海水の流入が止まり、陸前高田市街地から生活排水の流入が続いたこともあって、古川沼は激しい水質汚染に見舞われるようになった。汚染が激しくなった古川沼の浄化を図るため様々な努力が重ねられた結果、水質の改善が見られるようになったが、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う、 大津波によって、広田湾と古川沼を隔てていたサスの多くが消滅し、古川沼は海の一部となってしまった。陸前高田は山が海に迫り、入り組んだ地形が続く、リアス式海岸である三陸海岸の中では最大級の広さとなる、中石平野がある。陸前高田の中石平野は、氷河期の最終氷期終了後、海水面が上昇する中で、 現在の広田湾内に海が広がるようになったことにより形成が開始された。最終表記終了後しばらくはまだ、広田湾は比較的狭くて浅かったため、広田湾内には気仙川などによって上流域より運ばれた砂が主に堆積した。やがて温暖な気候となった約7500年前の縄文改新の時期になると深くて大きな湾となり、 現在の陸前高田市中心部に広がる平野部一帯が海となった。この頃、深くなった広田湾には主に泥が堆積した。約5400年前になると海新は終了し、広田湾の拡大も一段落した。すると、広田湾には河川の三角修正の砂が堆積するようになり、京泉川などによって広田湾の埋積が進むようになった。このようにして、 陸前高田市中心部の中石平野は、現在の幅約4 5トルの規模にまで成長した。陸前高田市中心部の中石平野が成長する中、古川沼は主に、気仙川によって形成された中石平野の海岸部に、発達した砂丘に、海が仕切られることによって、約1000年前に形成されたと考えられている。なお海岸部に発達した砂丘には、 江戸時代以降松の植林が進められ、継承地として知られた高田松原が形成された。リアス式海岸である三陸沿岸は、これまでしばしば大津波に見舞われてきた。陸前高田も天保6年、大津波に見舞われ高田松原の松の多くが海水を被ったためその多くが故死したが、陸前高田自体は、高田松原が傍聴林の役割を果たしたために、被害は比較的、 少なかった。高田松原は、天保の津波後に再植林が行われ、その後明治29年の明治三陸地震津波、昭和8年の昭和三陸地震津波でも、高田松原は津波の被害を受けたが、松原が傍聴林の役割を果たしたために、陸前高田の被害は、比較的、少なかった。昭和35年5月24日に、三陸地方沿岸を中心を襲った、 地理地震津波によって陸前高田市は大きな被害をこむった。広田湾に押し寄せた津波はまず、気仙川を遡ったが、続いて古川沼と広田湾とを隔てる砂丘上にある高田松原の中で標高が約1.36メートルと低く傍聴林としての厚みも薄かった頭部から明治41年に建設されていた高さ約3メートルの堤防を決壊させて、 古川沼へと流れ込んだ。そして古川沼に侵入した津波は、沼北部の土手を乗り越え、さらに河原川へと流れ込み、陸前高田市の沿岸部の低地が広く、冠水することになった。結局堤防は、約140メートルにわたって決壊し、堤防の決壊部分を中心として、約200メートルにわたって、古川沼と海をつなぐ水路が形成されてしまった。そのため、 古川沼には、塩水の対流が続き、事実上海の一部となってしまった。古川沼から、潮の干満によって満潮時、陸前高田市中心部の平野部に海水が侵入して、市民生活に悪影響を与えたため、6月6日に、災害派遣された1500名近くの陸上自衛隊員などによる特管工事によって、6月16日には仮堤防が海と、 古川沼とを遮断することに成功した。その後、海と古川沼とを隔てる札上にある高田松原に昭和35年から昭和38年までの間に第一線艇、そして昭和38年から一昭和41年までの間に第二線艇と2本の傍聴艇が整備された。第一線艇は常に波の浸食にさらされている。 高田松原があるサスを守ることを目的として、海岸線にも受けられ、第二線包みは、高田松原の背後にある農地や市街地などを津波から守ることを目的とし、高田松原の陸側に、地理地震津波動機の津波波高を参考に、5.5メートルの高さの傍聴堤として整備された。その後、昭和43年には、古川沼から気仙川の川口部への水路に、 設けられた水門の鉄製ゲートが閉じられることとなり、満潮時に海水が古川沼へ流入しないようになった。古川沼への海水の流入を止めていた河原川水門。東北地方太平洋沖地震による津波の被災後である2011年8月28日、撮影。地理地震津波の後、津波被害を防止するために、広田湾と古川沼との間にある 高田松原に2本の防潮堤が建設され、さらに古川沼から海への出口にあたる地点に水門が設けられ鉄製のゲートが閉じられたことによって、これまで海と古川沼との水はかなり自由に行き来していたのものが、水門の稼働後は干潮時に古川沼の水が海へ流出するのみとなり、古川沼は海から遮断された閉鎖水系となった。海からの水の流入が止まり、 閉鎖水系となった古川沼1970年代以降、激しい水質を抱くに悩まされるようになった。水質の悪化の理由は、古川沼が海から遮断されたこと以外にも、陸前高田市の市街化が進んだにもかかわらず、浄水設備の整備が遅れ、長い間浄化されない生活排水がそのまま古川沼に流れ込んだことが大きかった。古川沼の水質を濁は、 急速に深刻化し、しばしば赤潮が発生し、固定にはヘドロが厚く堆積するようになり、かつてシジミがトレコ水浴も行われていた古川沼は悪臭型大王汚染が著しく進行した沼となってしまった。汚染が進行した古川沼の浄化を願った陸前高田市民によって、昭和57年12月に古川沼をきれいにする会が結成された。 古川沼をきれいにする会では、沼のクリーン作戦や無ン洗剤の普及を狙った、廃油利用の洗剤作りの講習会を開催するなど、市民によって古川沼の浄化に対する取り組みが開始された。会の結成時点、古川沼4の5メートルという水深の深い部分には、ヘドロが約2メートル堆積するという深刻な汚染状況であった。 昭和59年には古川沼の雑排水浄化施設事業が開始され、昭和60年古川沼は林の規制故障に指定された。そして昭和62年には活性汚泥法によるヘドロの除去実験が開始された。昭和63年には古川沼は県管理の二級河川である河原川水域に指定された。 平成4年3月から河原川河川浄化事業が開始され、岩手県によって平成5年度から古川沼のヘドロ春節事業が開始されるなど、古川沼の浄化が長期継続事業として取り組まれるようになった。同じく平成5年度には、清流ルネッサンス21対象箇所に選ばれ、岩手県陸前高田市市民団体によって、 生ールネッサンス21川原川地域協議会が結成され、県、市、市民団体による古川沼浄化に取り組む体制が固められた。平成10年12月から古川沼と海とを隔てていた河原川水門が開放され、再び古川沼へ海水が流入するようになり、湖水の起水化が進められた。そして平成十一年四月から陸前高田市の市街地で、 公共下水道の使用が開始され、古川沼固定のヘドロの浚渫事業は平成13年度まで続けられた。市民ボランティアによる古川沼周囲の清掃活動や生活排水対策として流し台への水切り袋と配布など古川沼をきれいにする会の活動も継続され、古川沼の水質は環境基準の基準を満たすまでに改善され、一時、 ほとんど見られなくなった水鳥の姿も再び見られるようになった。そして平成21年度には山和しじみの放流も試みられるなど、かつての古川沼の環境を取り戻す努力が続けられていた。さすによって海と隔てられた石湖である古川沼は普段は海からある程度遮断された環境にあるが、津波時には堆積物が運ばれ、 保存されやすい環境にあると考えられる。そのため歴史上多くの津波によって大きな被害を受けてきた三陸沿岸に過去どのような津波が押し寄せてきたのかを調査するために平成18年度から20年度にかけて古川沼周辺で過去の津波による堆積物についての調査が実施された。その結果昭和35年の地理地震津波によるものと 考えられる津波堆積物が検出された。そして、昭和8年の昭和三陸地震の津波ないし、明治29年の明治三陸地震による津波、そして、慶長16年の慶長三陸地震時の津波の可能性がある堆積物も確認された。しかし、上岸11年の上岸地震による津波堆積物は確認されなかった。そこで、 平成21年度は採集された資料の中でも年代が古い株に絞り、資料の年代測定を実施したが、やはり上岸地震によると考えられる津波堆積物は確認されなかった。そのため陸前高田では、上岸地震の津波は陸上に達しなかった可能性が指摘されている。かつて古川沼があった付近を国道45号線から撮影。 沖合に見えるサスには東北地方太平洋沖地震以前は高田松原があった。地理地震津波による被害を受けて膨張機能の強化が進められた高田松原と古川沼であったが平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う津波によって高田松原は壊滅的な被害をこむった。 箱を10メートルを超える津波は2本の防潮堤を破壊し、高田松原が形成されていた、サス自体、多くの部分が海に没してしまった。その結果、古川沼は広い範囲で海とつながり事実上海の一部となってしまった。ありがとうございます。